ケイピョンチャンネル。皆さん、こんにちは。加藤啓太オフィシャル YouTube です。人生を語る YouTube。人生の第9回の失敗は恥ずかしくないこと、ことをやります。失敗って？失敗って思いますよね。でも皆さん思い出してみてください。皆さんが赤ちゃんの頃すぐ立てましたか？どうして立てるようになりましたか？こけまくって立てるようになったんですか？こけまくって覚える。どうやって歩けばこけないか。こけながら覚える。ご飯でも、ご飯でも箸の使い方、それと同じで、大人になって一回でやれた人って多分ほとんどいないと思う。でも、なんでみんな大人になってから失敗嫌がるのかな。多分子供の時失敗を、笑われたり怒られたり、なんでそんなことできないんだって言われる、怖くなる。だから失敗は嫌だと思う。だけど失敗は当たり前にするもの。だって失敗しないとどうやってやったらいいのか分かりませんね。例えばお味噌汁作るとき、味噌どのぐらい入れれば美味しい？なんでわかるか？何回か作って、失敗してやってうまくなる。だから人生も同じ。何かをやろうと思うと、失敗をしながらやっていかないと成功はありません。だから失敗を恥ずかしいと思わないでください。失敗を大好きになってください。失敗できる自分は素晴らしい。思ってみてください。行動したから失敗が生まれるんです。皆さんどうでしたか？今日は失敗は恥ずかしくないことについてお話ししました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録
チャンネル登録もお願いします。ぜひ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 、バイバイ。ケンビアンチャンネル、ご視聴ありがとうございました。面白かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。